サントニーの教会に向けてブラブラ歩いていきましょう。歩きながら考えたことを喋ります。旅をしながら収入を確保する方法について考えてみました。サラリーマンの副業が実は旅をしながら収入を得ることにつながりそうだと思っています。サラリーマンの副業は限られた時間の中でやる必要があるため、半分もしくは完全自動でやる必要があったりします。それゆえに副業がそのまま会社を辞めたとしても、旅をしていたとしても収入を維持できる秘訣につながるんだと思います。これから10年20年仕事をまだしていかなきゃいけないサラリーマンにとって副業は命綱なんだなと思います。私は組織の中で自分を押し殺して働くことに限界を感じています。入社してから早い段階でこの働き方で60歳65歳まで働き続けるのは絶対無理だなと感じていました。いつか必ずサラリーマンとして働くことに限界が来て倒れる時が来るだろうと感じていました。今40代まさに倒れようとしている時が来ています。終身雇用が終わっている中で一つの会社の仕事にもう人生の全部を集中させちゃうことはリスクが高すぎるんですね。サラリーマンになってからずっと何か自分の個人の力で収入源を確保できないか考え続けていました。いろいろチャレンジもしてみましたね。最初は短編小説を書いてみたりしました。3年間かけて何本か小説書いたんですけども、これ1円にもなりませんでした。次は T シャツをデザインしてオンラインで販売してみたりもしました。1枚も売れませんでした。ブログやアフィリエイトも流行っていたので挑戦してみました。全くこれもダメでしたね。副業のハードルが結構思ったよりも高いなと感じていました。そんな中で唯一ですね、なんとかまともな収入を得られたのがハウスシェアリングサービスに参加することでした。ハウスシェアリングは日本では民泊になりますかね。初めてハウスシェアリングを知ったのはクーリエジャポンという海外の流行とかを届ける雑誌に世界の新しいトレンドとして Airbnb が紹介されていました。面白いサービスがあるんだなと思って調べてみると、日本でもサービスローンチしていることが分かったので、すぐ登録してみたんですね。これやってみるとですね、本当に世界から自分の家に人が泊まりに来るんですよね。これがね面白かったんですね。自分の家を世界に向けて開国してみました。そういう感覚です。自分の家が世界中の人とつながっている不思議な空間になっているんですね。セントニーの教会に着きました。日曜日なのでミサをやっています。設立は1565年フィリピン最古の教会です。日本はちょうど戦国時代です。セントニーニョは幼いイエスの呼び名です。セブの王室が洗礼を受ける際にマゼランが幼子イエスの像を贈呈しました。その像が保管されていた場所に教会が建てられました。セブ島の王様はイスラム教だったマクタン島の王様と対立していたので、マゼランの力を借りて国を統一しようとしました。マゼランはこの戦いで戦死してしまいます。ですがスペイン自体は植民を成功させ、フィリピンはキリスト教の国となりました。マゼランと戦ったマクタン島の王ラプラプは植民地支配に抵抗した民族の英雄として地名に名前を残しています。見学するところがそんなにたくさんあったわけではないのですが、聖堂の中は荘厳で敬虔な気持ちになりました。
お祈りもしてきました。願いは、人間がもう少し拘束から解かれて自由に生きられるようにと、私の個人的な願いをお願いしてしまいました。叶うでしょうか。目の前はセブ市の市役所になっています。では旅をしながら収入を得る方法の話に戻りましょう。お家をハウスシェアリングに出したところからですね。家をハウスシェアリングに提供しているのとしていないのでは、例えるならばパソコンをネットにつないでいるかつないでいないかくらいの違いがあるように感じました。家が世界の人たちと自分をつなげる装置になっている感覚です。新しいサービスで世界が変わったなと思いました。泊まりに来る人たちがまたものすごい楽しそうに旅してるんですよね。遠い国からの場合、十何時間飛行機に乗ってでも日本に行きたいという好奇心とエネルギーを持っている人が来るんですね。旅人はそれだけ大きなエネルギーを持っていて、話しているとそれが伝わってきて元気がもらえます。自分も家に泊まりに来る人みたいに、いつか世界を旅してみたいと思うようになりました。民泊の法律ができて自分のマンションでは禁止になってしまい、ハウスシェアリングは続けられなくなりました。それでもシェアリングエコノミーに参加することは感覚的にやめてはいけないと感じていました。これは文化人類学者の方が言っていたことなんですが、自分のものを他人と共有するというのが人間の根源的な喜びや豊かさにつながる感覚なんだそうです。人間がエンジンの時代から争ったり奪い合うより、分かち合う共有するということで人類は繁栄してきたという見方もできるそうなんです。豊かさは独占することではなく共有することにより生まれるということを、シェアリングエコノミーに参加してみてすごくよく理解できました。もちろんお給料以外の副収入のありがたみも感じていました。社会人になってから自分でお金を稼ごうといろいろ挑戦したんですけど、本当に1円も稼げなかったことがほとんどだったのに、初めて月数万円ぐらい収入を得ることができてたんですね。それがなくなってしまったのもかなりショックでした。そこから私は瞑想します。なんとかして別の手段を使ってでも副収入を維持したいなと思ったんですね。そこで無理してあるものに手を出してしまいました。手っ取り早くお金を稼げると言ったら皆さん何が思いつきますか？ FX に手を出してしまったんですね。当時の貯金全部、ほとんど全部を証拠金に入れてやってみたんですよ。どうなったかと思いますか？地獄に落ちてしまいました。数ヶ月でもうマイナス400万円弱なくなりました。数年間貯めた貯金が吹き飛んでしまったんですね。これは本当につらかったです。寝込みました。もう自分のバカさ加減に電車に飛び込もうかとも思いました。もうどん底でしたね。どん底の中でですね、もう自分としてはもう最後の手段として、もう自分のマンションを貸しに出して実家に戻りました。で、亡くなっちゃったお金をもう一度そこから貯めようとしたんですね。その失意のどん底で実家に戻って気づいたことがあったんですね。実家に戻った時、あれ、ここいいんじゃないのかなと。目の前に綺麗な大きな公園があって、日当たりがすごい良くて、ここでハウスシェアリングやれたら
もしかしたらいけるかもしれないなと思いました。実家は二世帯住宅だったんですね。祖父母はもう他界していて、父親も他界していたので、母親一人が住んでいたので部屋が余っていました。そこで母親に協力してもらい、実家で旅館業をすることになりました。こう始めてみたら結構好評で、また世界中から人が来てくれたんですね。実家で旅館業をすることで、これで2つ目の副収入ができました。なんとあの FX の惨めな失敗が思わぬ成果につながりました。世界中からいろんな職業の人が来ましたね。例えばオーケストラの団員さんとか、映画の脚本家、翻訳の仕事をしながら世界中回ってる人もいました。世界を回りながら写真を撮っているフォトグラファーもいました。あとはご家族で滞在される方が多かったですね。小学生ぐらいのお子さんを連れて日本に旅行に来ている外国人の方のご家族とか結構いるんですね。皆さん軽やかに旅をしてるんですね。やってみて分かったことは、外国の方、滞在がとても長い人たちが結構たくさんいるということです。1ヶ月とか、長い人は3ヶ月とか、あとは半年とかで賃貸契約を結んで住まわせてくださいという人もいました。多分ヨーロッパから見るとですね、日本は本当に東の最果ての国なんですね。で、そうちょくちょく何度も旅行に行ける場所ではないし、どうせ旅行に行くんだったら長く滞在してみようということになるんだと思います。そこで思ったんですね。長期に滞在されている方がいる間は、もしかしたら自分はその間海外に旅行に行けるんじゃないのかなと。旅館業をしながらが難しい場合は、長期の賃貸契約だけ受け入れるようにして、その間旅に出てみるというのでもいいのかもしれませんね。うまくやればこれはできそうですね。同じようなことを考えている人がいないかなと調べていると、似たようなサービスがすでにありました。ハウスエクスチェンジというサービスです。自分の家と外国に住んでいる人の家を期間を決めて交換してみるサービスです。これで外国に住んだ際のホテル代を浮かすことができます。ハウスエクスチェンジをするためのマッチングサイトがもうあるんですね。できてます。主に欧米のすでに仕事をリタイアされた方の中で流行ってるサービスみたいです。面白いですよね。ぜひ自分もそのコミュニティに参加してみたいです。シェアリングエコノミーを通して新しいサービスがどんどん出てきて、未来が楽しみになりますよね。ハウスエクスチェンジは日本に住んでいる人も登録できるんですが、まだほとんどやってる人は少ないですね。外国の YouTuber の方でハウスエクスチェンジを使って世界中に滞在している様子を発信している人もいます。自分もいつかやってみたいですね。歩き疲れて足がパンパンです。お腹がペコペコで何か食べないと。見慣れたマークを発見しました。セブンイレブンですね。なんかこうコンビニを見つけた時の安堵感というのは外国に来ても同じですね。少し高かったとしてもふっかけられたりすることがないので安心します。フィリピンのセブンイレブンをちょっと見てみましょう。品揃えがいいですね。お菓子とかは見たことないようなお菓子たくさんありますね。 Excuse me, this chicken one please. 85 sir, with rice in it. But we don't have gravy sir. Okay. One? One.
店内明るくて綺麗ですね。なんと紙バッグ。なんで日本はビニールなんでしょう。日本でもプラじゃなくて紙でいいのに。日本の謎ですね。セブ島のセブンイレブン、クオリティが高いです。店員さんも品揃えもしっかりしています。驚きました。チキンが日本より大きくて、これ骨付きですね。ご飯はフライドライスで少し炒めてあります。これ食べてみたらね、本当に美味しくて、もう腹ペコだったんで、これが200円ぐらいで食べれるのかと思うと、すごいありがたいですね。これでフィリピンでもう餓死することはなさそうです。安心しました。余った軟骨部分をワンちゃんにあげました。美味しいですか。そうですか、それは良かったです。痩せてますね。心配ですね。おとなしいワンちゃん、ノラなんですかね、がと目が合ってしまって、なんかこっちを見てるので。犬は人間のことをよく見てますよね。一緒に遊びたいなと思って視線を向けると、目が合うと寄ってきてくれますからね。少し尻尾を振ってくれているように見えます。元気で生きてくれ。将来犬を飼って、犬と一緒に世界を旅できたらいいですね。ちょっとまだ難しそうですね。でもいつかそういう時代来ると思います。人間とはどうしてもうまくやっていけなくて、動物とチームを組んだりパートナーを組んだりして生きていく生き方もありだと思うんですよね。人とうまくやっていくのは難しいですよね。でも一人で歩くのも悪くないです。まだホテルまでは距離がありますが、今日の配信は一旦ここまでです。ご視聴ありがとうございました。